頭がぶつかっちゃったよ。怖かった。何？ここは。ここ上がるんだよ。あ、どこだ？これじゃないな。え、だけど今やってもこんな鍋じゃないの？あ、こんな鍋。人があれ。あ、かかしの里って。あ、これ上でこう渡るんだ。あ、そうなんだ。バイバイ。それでは秩父御嶽山へ向かいます。ホルモン焼き屋さんです。秩父の名物ですよね。今回は食べれません。ここからの武甲山かっこいいです。あちらは三峰口駅です。こちらは荒川です。三重川宿かかしの里に向かいます。ここは三重川宿かかしの里です。御嶽山登山口です。かかしさんがパトロールしてます。あ、そんな感じですか。あ、じゃあちょっと気をつけます。はい、ありがとうございます。はい、かかしさんが武甲山を眺めてます。かかしさんたち楽しそうです。何かものすごい音があちらの木々の間から聞こえました。ちょっと怖いです。こちらは一番高屋です。
景色がいいです。少しだけキツネの急登が続きます。少しだけ開けたところに出ました。ちょっとここで休憩します。鹿さんが私の脇を通り抜けていきました。おお、鳴った。いるのかな。あ、いるいるいる。見えないかな。行っちゃったね。可愛かった。カメラ手に持ってればよかった。閉まってました。しょぼん。辰道に到着です。ここは分岐になってますので、御嶽山の方に向かいます。山頂まではそこそこの登りです。もう少しで山頂だと思われます。 Cさんは先に来てるのでしょうか。向かいます。早いね。
色パラダイス。それも違う、それも違う。違うよ、ブー君。コーニアだけダメじゃん。ブー君、なんて言うんだ。知らないのかよ。知らないんだ。時間差とかもあるじゃん。全然意味わかんない。あの、うちしてる時は、おおい言ったり、ね、なんか頭がごっちゃごちゃに